皆さんこんにちは、教えて台湾のめめです。今日ですね、台湾のちょっと奇妙なところと面白い独特な文化について紹介したいと思います。これを聞いて台湾に行ってみたらぜひ観察してみてください。まずはほぼ誰でもしていることです。バイクです。台湾に行ったらバイクの量が多いと思いませんか？台湾はバイクの島と言われてるんですよ。特に台北ですね。で、台北は世界の首都の中でもバイクが非常に多いところなんですよね。で、犬を連れて一緒に乗ることもありますし、田舎に入ったら3人一緒に乗るとか、すごい人でしたら4人家族一緒に乗るとかも見かけることがあります。で、台湾でバイクに乗ってみたい外国人は、できれば田舎や海岸沿いの道を選んだ方がおすすめるんじゃないかなと思いますね。大都市では交通がすごく混雑して混乱していることで、危険性もちろんありますし、楽しめるっていう大幅に減らすんじゃないかなと思うんですよ。台湾では交通違反の罰金が、私から見るとそこまで厳しいではないんですよ。軽いものなんですよ。交通ルールをちゃんと守る人は正直に言うと少ないんですよね。で、ほぼ毎日のように交通事故が発生しています。台湾に旅行に行く方がいらっしゃってるんであれば、台湾の交通安全に本当に気をつけてください。はい、2つ目、この2つの曲を聞いたことがありますか？この2曲を聴いたら誰でも体内時計でカウントダウンが始まります。で、5分から10分間の間に今すぐ家を飛び出さないといけないっていうのがあるんですよね。そして家庭ゴミを持って大通りや横丁に大集合します。で、人々はゴミの収集車が到着するまでは一緒に待つことになります。で、間に合わない人がいたら一生懸命にゴミ収集車を追いかけることもあります。もし走りたくない人がいたら、ゴミ袋をゴミ収集車に狙ってシュッとする人もいますよ。この現象は海外から見るとすっごく独特な文化ですよね。海外メディアのニューヨークタイムズも独特なゴミ収集車の文化を取材するため台湾を訪れることもあります。ということで、この2曲を聞いたら台湾人ですね、ゴミを捨てたくなる、ゴミ収集車が来ると思ってしまうことになります。次は3つ目です。台湾のコンビニは地球上で最も便利な場所です。で、台湾ではコンビニのことを便利商店と呼びます。単なる軽食を売る店ではありません。台湾のコンビニはとんでもないぐらいにめちゃくちゃ便利な場所なんですよ。どういうところが便利になると、新幹線のチケットを購入できるとか、と高速バスのチケットとか、と高級料金と学費のお支払いしたり、荷物を送ったり受け取ったり、と書類の印刷とか、タクシーを呼んで代行を呼んだりとか、さまざまなことがコンビニでできます。最近ではクリーニングもできるようになりますし、廃棄物のリサイクルの回収もできるようになりました。台湾には約2000人あたり1つの店舗の割合でコンビニができています。で、この密集度が日本より上、韓国に続いて世界で第2位と言われてるんですよ。台湾は4大コンビニチェーンがありまして、統一超商、セブンイレブン、
と全家、ファミリーマートと、その他はライフ、ハイライフとライライ商圏、オーケーマートというコンビニチェーンがあるんですよ。で、台湾の街を歩けばたくさんのコンビニが見かけるんですよね。で、私の実家の付近でも徒歩5分間 の県内でセブンは3軒ありますよね。で、ファミリーマートが1軒あります。で、ハイライフも1軒あります。と合計5軒のコンビニがあるんですよ。ものすごく便利で、家を出たらすぐに自分が好きなコンビニに行くことができるんですよね。はい、次は4つ目です。ドリンクスタンドが多すぎることです。ドリンクスタンドは台湾の飲料文化なんですよね。中国語で言いますと手摇飲料ですね。で、現在は台湾全土で約1万3000件を超えてるんですよ。あちこちにドリンクスタンドを見かけることができます。多分コンビニよりは多いんじゃないかなと思いますね。で、主に販売してる飲み物は日本でも大ブームを巻き起こしたタピオカミルクティーです。それが最も有名な、まあ、人気なメニューですよね。その他はウーロン茶とか、緑茶と紅茶とコーヒーとかフルーツジュースとココアなどたくさんのドリンクがありますね。で、それをタピオカやゼリーとかプリン、紫芋、アイスクリームなどのトッピングをつけることができます。で、氷の量とか砂糖の甘さとかの調整もできるし、自分が好みのドリンクを調整することができます。で、私はすごくタピオカミルクティーが大好きで、いつも無糖と常温の方を注文します。次は5つ目です。温泉は水着が必要です。台湾も日本と同じように有名な温泉がすごく多いんですよね。で、日本と台湾の温泉が最も違うのは、多分台湾は大浴場は水着着用が必要であることですよね。で、男女別の浴場とかは、まあ、水着は不要かもしれないんですけど、でもその他は貸し切りの個室風呂とか一人で、もしくは家族と一緒にお風呂でしたら、まあ、全裸でも構わないんですよね。でもやっぱり台湾の温泉はメインとしては男女一緒に温泉を入ることが大浴場にあるのが一番多いんですよ。で、その時には水着は必ず必要になります。と、台湾では全裸で入る習慣があまりないので、台湾の人たちが日本に行って温泉がある場所に行くときに全裸するのがすごく慣れない人が多いんですよね。台湾に旅行に行くときには温泉入ってみたい方がいらっしゃれば水着を必ず持っていてください。で、忘れていけないのももう一つがありまして、スイムキャップとシャワーキャップも必要になります。なぜ温泉に入るには必要なのか、浴槽内に髪の毛落ちないようにそういうのを防ぐことになりますので、まあ衛生的な意味合いが強いかなと思います。もしつけてない場合は係員さんから注意されますので、つけないともう入らせませんよって注意されることもありますので、スイムキャップもしくはシャワーキャップを必ず持っていてください。次は6つ目です。鉄装が多いことです。皆さん台湾に行った時に鉄装が多いと思いませんか？台湾の鉄装文化の起源は盗難を防ぐことなんですよ。それは過去の台湾では経済的な発展と社会的な保障があまり良くなくて、その関係で、まあ、治安があまり良くはないことなんですよ。まあ、しかしその鉄装の関係で問題を起きている
るのも事実なんですよ。事故も特に火災が発生した時の場合は鉄装ありなしが救助の難易度に大きく影響されることになりますよね。それでも多くの人たちは鉄装は必要だという声も聞いたことがあります。泥棒にとっては難しすぎると盗もうと思わないよねっていう考え方は持ってるんですよね。まあ一部の高層ビルの住んでる人たちから見ると幼い子が落下する転落する危険性があることで、まあ、鉄装をつける人もいらっしゃっています。でも今の新築のマンションでは、まあ、ビルの見た目とか火災の事故が発生するときにそういう関係をいろいろ考えて鉄装をつける工事することを制限されるようにはなってます。外国人から見ると高い、まあ、高層ビルで例えば15階の人たちは鉄装を設置されるとは台湾の泥棒スパイダーマンじゃないでしょうってびっくりされる人もいると思います。では最後ですね、奇妙な日本語の看板やパッケージとメニューのことです。台湾に行ってみたら街の看板や商品のパッケージとお店のメニューなどで奇妙な日本語を見たことがありますか？よく見かけるのはカタカナのツとシがと丸と点々がありなしの違いがよく見ることがあるんですよね。でそれがわからない人が結構多いんですよ。で例えばマッサージをマツサーシになるとかと、パチンコをパチソコになったりとかと、他はメニューでしたら私がよく見かけるのがカツ丼やカツ定食のカツの通訳がイルカにしてしまうことが見たことがあります。豚っていう漢字は中国語では漢字はイノシシなんですよ。で読み方はジョーになります。で逆に日本語の豚っていう漢字は中国語の漢字では海豚イルカっていう意味になります。本当にそれぞれの違いがありますよね。最初自分も日本語を勉強し始めた時に豚っていう漢字を見た時になんでイルカという漢字が豚の漢字になってるんだろうとちょっとびっくりした時がありますよね。だいたい台湾のいろんな看板とか商品パッケージとかメニューの通訳は、まあ、ほとんどパソコンを使って翻訳することで正確さをチェックせずにそのままで使うお店がすごく多いんですよね。で日本語がわからない人から見ると日本語の表示があることで、それだけでかっこいいなとかで素敵最新と思うんですよね。まあ、日本語がわかる台湾人から見ると恥ずかしいなって思うこともありますよね。以上が台湾の奇妙、まあ、独特な、まあ、面白いところについて紹介しました。どうですか？台湾に行く時にはぜひぜひ観察してみてください。その他に、まあ、ついついたところがあればぜひコメント欄の方にコメントを残してください。この動画のチャンネル登録をまだ行っていない方がいらっしゃったらぜひ登録の方でよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。